皆さん、こんにちは。大家好。国立東京大学人間社会学部の関陽君です。5回は第2回の継続として、続けて中国の発音について話したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。中国語の発音表記であるピンはローマ字を使用しますが、ピンによって発音される音が英語とも日本語読みローマ字とも異なることが多いので注意する必要はあります。中国語の単母音を上げるだけでもその発音の違いが分かってもらえるかと思います。ご覧の通り、中国語の単母音は、次の、7つがあります。発音してみます。口を大きく開けて、あーというふうに発音します。日本語のおよりも唇を丸め、口を突き出して発音します。日本語のえの口の形をしながら、おと発音します。い、口を左右引いて、日本語のいと発音します。お、日本語のおよりも唇を丸め、付け足して発音します。い、U の口の形で E を発音します。口笛を吹く口の構えで発音します。R、を発音すると同時に舌先を反り上げます。中国語には声調と呼ばれる音の高低や上げ下げの調子が4種類ある姿勢と呼ばれます。調子の違いにより、第一声、第二声、第三声、第四声という名前がついています。ピンは、主語位の上に声調符号をつけて区別します。例えば、第一声はですね、高くて平らに、あー、まあ、第二声は急激にぐっと上がるですね。あ、まあ。第三声は起伏を抑える。あ、まあ。第四声はですね、急激にぐっと下がる。あ、まあ。姿勢以外は、形勢もあります。形勢は前の音節によって変わりますが、基本的には軽くて短くて発音します。例えば、あ、あるいは、まあまあのように、これは形勢の発音です。また、同じ綴りの音節でも声調により、意味も変化します。例えば、先に言いました、まあ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 のように、もし漢字を、漢字に書き直して日本語に訳してみますと、次の通りです。まあは母親という意味で、まあは、朝、その植物ですね。まあは馬ということで、まあは叱る、罵るという意味になります。また、次のフレーズを例としてみれば、漢字に書き直して日本語に訳しますと、まあまあ、ちまあ、まあまあ、まあまあ、まあまあ、
ということになりますが、日本語の意味としてはですね、ご覧の通りです。母が馬に乗り、馬が遅くて、母は馬を叱るという意味になります。以上の事例からご理解いただいたと思いますが、中国語の成長は日本語にはないものです。中国語を学習される際、身につけなければなりません。以上、2回にわたって中国語の発音の特徴、発音表記および音節構造をめぐって大雑把に中国語の発音の特徴について説明してみましたが、最後に日本人の中国語学習者に注意していただくことについて、最初の段階からしてもらいたいことをまとめて提示したいと思います。第一は、中国語の一字一音という特徴をした上で、学習の最初の段階より力を入れて学習した漢字の中国語読みを確実に覚えること。中国語を勉強している日本人学習者は一つの傾向があります。すなわち、知っている漢字を見ますと、中国語読みと意味よりも思わずに先にですね、日本語の読みや日本語の意味が出る傾向があります。これは中国語がなかなか話せないことに関わる大きな要因の一つではないかと思います。前に紹介しました中国語の発音の一字一音という特徴を知っていただいたら、中国語を学習される際に最初の段階から力を入れて学習した漢字の中国語読みを全てですね、確実に覚えていただければ、後の学習はスムーズに進めることができるだけでなく、会話力をはじめとするコミュニケーション能力の向上も順調にできると思います。第二は、中国語の発音表記であるピンイン はローマ字を使用していますが、ピンインによって発音される音が英語とも日本語読みのローマ字とも異なることが多いので注意する必要があります。第三は、日本語にはない成長、姿勢、形成があること、および単音節の単語や同音異義語が多いことをしてもらいたいと思います。中国語には日本語にはない成長があること、および単音節や単語が同音異義語が多いことを知らなければならないですね。中国語の成長は難しいですが、繰り返して練習してこの難関をクリアすれば、きっと中国語の会話力が上達できると思います。それではクイズです。私の発音を聞いて何声か当ててみてください。1. ま 2. ま 3. まみなさん、中国語の発音に挑戦して頑張りましょう。再见。